第15速応機動連隊は、香川県全通寺市の全通寺駐屯地に駐屯する、陸上自衛隊第14旅団令下の速応機動連隊である。模擬船のために、第2中隊に一時的に配備された96、ワップック2018年3月27日に、新編された2個速応機動連隊のうちの一つで、9第15普通科連隊及び9第14。 戦車中隊を機関として編成された。編成完結時点では2個中隊からなる、機動戦闘車隊、火力支援中隊、後車小隊などが増設されている。また、第15速応機動連隊の直接支援を実施する、速応機動直接支援中隊も編成された。2015年、連隊本部に96式送輪装甲車2両が配備された。これは正式なものではなく、 連隊の速応機動連隊化に向けた各中隊の完熟訓練のため、旅団内の第14戦車中隊及び第14後方支援隊から一時的に管理外をされた車両で重機関銃装備の B 型であった。現在では全ナンバー中隊への96式送輪装甲車の正式な配備が確認されている。また、 2015年9月28日には、全通時中トンチの第14旅団司令部議場広場にて、第14戦車中隊に配備された16式、機動戦闘車に対する旅団実行式が実施された。主に訓練は、国部大演習場やエヴァヤ演習場及び日本原演,演習場で実施する。第14戦車中隊に配備された16式、機動戦闘車、 第15普通科連隊9月10日から2018年3月26日、第4普通科中隊を廃止、重迫撃砲中隊を廃止、重迫撃砲小隊へ、縮小改編し本部管理中隊例下へ、変更。準備隊をもとに、第50普通科連隊を進展。広報支援体制変換に伴い、整備部門を第14広報支援隊、 第2整備渋滞第1普通科直接支援招待へ、遺憾。第15即応機動連隊へ来し訓練を行う、隊員第15普通科連隊第15、即応機動連隊第15普通科連隊機、防衛省人事発令。2015年8月1日閲覧。ありがとうございます。